市谷源一7月1日から1968年7月8日は、明治末から昭和期の獣医師、政治家、実業家、衆議院議員、岡山県新見市長、同志名誉市民、旧姓、佐々木。和牛の改良に心血を注ぎ、岡山県の和牛の父と称された。岡山県阿賀郡寺村で、農業、佐々木久太郎の三男として生まれる。 1908年岡山県農学校11課を卒業した。1913年阿鉄軍備国村から松の土屋、脇地の養子となる。阿鉄軍理員同農業技師、阿鉄軍産牛馬組合技師を務め、千夜牛の改良に尽力した。1920年阿鉄畜産が設立すると、支配人に就任し、その後、同社長を務めた。その他、 阿鉄軍産牛馬組合長、阿鉄軍産業組合長、新見町産業組合理事長、阿鉄軍商業組合長、全国は牛登録協会初代副会長、中国は牛協会初代副会長、岡山県畜産組合連合会長などを務めた。政界では、1931年9月、岡山県会議員に選出され、連続3期11年在任し、 同議長も務めた。1942年4月、第21回衆議院議員総選挙で、翼山政治体制協議会の推薦を受け、岡山県第2区から出馬して当選し、衆議院議員に一期在任。この間、翼山政治会成長のおり委員、同商高県務委員などを務め、その後、日本新歩党に所属した。戦後、公職追放となった。 追放解除後、1954年7月、初代新見市長に就任し、隊長が理由で一気在任して引退した。ありがとうございます。